こら辺でちょっとなんか撮れますか。それになんかあるな。このサビ色はいいやね。これ香りももうすぐいいけど、秋のこの黄色い一番目につく この葉っぱ、ええ、これに蕎麦も乗っけて今の時期だけ出してるけど、車運転しながらこうやっていろんな植物見上げてたよ。山積みがある。いろんなことを山から教わるんだけど、やっぱり野にあるがままなるこの色もそうだし、姿もこれにはかなわねえなって俺いつも思うだよね。ね、これを熊が引っかいたりした後ずっと大きくなってもこんな傷跡残ってたよ。野の動物ってやっぱりいいものちゃんと見上げて、これ熊なんかも皮よくかじってんだよね。おお、ちょうどいい落ち葉になる。ね、みんなが刈り倒すようなもんでもさ、かかり方を深くして生かしきると逆に宝物になるんだよね。今やっぱり少し目線をね変える時期じゃねえかなと思うんだよね、みんながね。フェンネルのタレ煮込みにも何にも言っちゃう、山椒の代わりに野の動物と一緒になって四つん這いで水飲むのがよかった。もうこの水分うまいと思う。やっぱり根っこの方が全然味がなくて、俺信州多様なものがいっぱいあるという点じゃ俺ですいいと思うのね。それはやっぱり気候との関わりもあると思うんだよね。谷によって全部みんな個性あって違うと思うんだよね。だから逆にそれが面白いと思うんだね。俺これからね、何が豊かな地域かなってずっと考えているんですけど、ね、マニュアルでみんなが同じようなものじゃなくてさ、やっぱり一つのものとの関わりも俺多様に関わるっていうことがね、その人その人ですごい俺ものすごく大事だと思うんだね。長野県中どこ行っても同じじゃなくて、環境とともに人間が自然界からね、物を作る原点っていうのはやっぱり職人の仕事の中にあると思うんだよね。もっとね、機械使ってるところは当然山ほど作るんですけど、全部を手工事でこの量一気に工事作っていくって、もう毎日土方です。これ工事いらずっていう、この辺でしか取れない地豆、うん、栗みたい、like melon。How would I say the terroir in one word? Rough. Seasonality. Pure. And one of the things that I thought was so cool and kind of bizarre, it's almost, they speak of these products or these traditional things as if they are a member of the family. Today is the best. お母ちゃんの愛情で漬け込むから余計うまくなる。Thank you.
酸菌が熱にも強いなんてことよく考えたな。すごいね、先人の知恵って ね。在来種には大滝株っていうのがあるんですけど、私が今回撒いたのはあのアマカブラっていう、また同じ赤カブでもちょっと種類が違うものですね。Too warm in the winter, just eating. Nagano power. It's like a Nagano espresso. そこから林の中に入りますから。ここは雪が3メーターも積もります。でもね、こうやって林の中をきれいにしとくと、自然にしか発生しないキノコが足の踏み入れどこがないぐらいたくさん出るんです。It's so cute. They almost look like little rolls, like bread. They're so shiny and cute. すべては山だと思いますね。特にそうですね、水と地域との関わりを象徴するエリアだと思います。で、蒸した後のお米は高冷肥と言いまして、お米を冷やすんですね。そうだから、ちゃんと米と米の間に壁があるような感じ。なんかね、マスカットみたいな香りがするんですよ。 Especially this one, you know, because we use a different the yeast just for this tank. まあ昔から長野県というのは大変酒蔵の数が多い、まあ、日本で都道府県別で見ると2番目に多いんですけれど、まあ、それだけの多くの酒蔵があるというのは、その高い標高、その暮らす地域によって見える山も様々で、森林が保水力を持った土壌を形成して、湧き水なり伏流水として流れてくるいい水を探し求めた結果、それぞれの今集落があると思うんですけれど、まあ本当にその時代時代の地域の人々の知恵ですよね。自分たちの時代なりの解釈を行って次の時代につなげていきたいなというふうに思っています。塩だけで食べてる。よく言うんだけど、風が種を運んで、そこにまあ土にね落ちた種がそこでまあ育って、やがてその風景になっていくということだと思うんだけど、やっぱり風がなんか運んでくれなくちゃ、ね、その土も受け入れようがねえし、だからそういう点じゃやっぱり風土ってよく言ったと思うんだよね。